北朝鮮情勢が緊張の状態で、アメリカ海軍がいよいよ攻撃型原子力潜水艦の投入で秘密裏に動くところを異例の発表をした。今回はこの2隻の攻撃型原子力潜水艦異例の投入を詳しく見ていきますね。米韓軍事演習でなんと B-1B ランサーも投入しています。アメリカの本気度が見えてきますね。韓国は今まで何をしていたのか。あやちゃんポンコツでした。2022年10月31日からアメリカ軍の航空機約100機と韓国軍の航空機約140機の両軍合計で約240機の機体が参加して合同軍事演習のビジランストームが開催され、当初は11月4日までの期間が実施予定と見込まれていた。この今回のビジランストームにはアメリカ軍からは在日米軍の F-35 ライトニング 2B 型が初めて韓国内への基地に派遣され、韓国軍もまた同期の A 型を参加させるなど、いわゆる保有する中で最新の第5世代戦闘機が投入された。これは昨今の北朝鮮の動向が核実験の再開の兆しを感じさせていることが大きな要因だと思われ、アメリカ、韓国ともにそうした北朝鮮の行動を未然に防止する意図を持って、こうした最新兵器を用いた合同軍事演習に踏み切ったように見える。北朝鮮は、こうしたアメリカと韓国の合同軍事演習に対し、ある程度の予想は事前に行われていたとはいえ、それをはるかに上回る数の20発以上のミサイルを1日で発射する反応を示し、この動きは日本でも大きく報じられた。ことに、多数の北朝鮮のミサイルの発射に際して、日本側では、政府が発する J アラートのタイミングが遅延したことや、その予測のミサイルの飛翔コースが外れたことが大きく取り上げられ、それをめぐっては、与野党問わぬ応酬が繰り広げられた。日本が、こうした応酬に包まれる中で、ビジランストームの真っ最中であったアメリカと韓国は、同演習の期日を1日延長して、5日までの実施に急遽変更、北朝鮮のミサイル発射に対して、さらなる強硬な姿勢を示すこととなった。こうして、予定よりも1日実施日が延長されたビジランストームには、グアム島に全身配備されていたと、おぼしきアメリカ空軍の B-1B ランサー戦略爆撃機2機が新たに加わり、約2時間で朝鮮半島へ到着可能という、その超音速性能を改めて感じさせた。アメリカ空軍の B-1B ランサー戦略爆撃機が朝鮮半島に進出を果たしたのは、実に2017年12月以来の5年ぶりの出来事であり、当時も核実験やミサイル開発で、北朝鮮との関係がかなり悪化していた時期だったが、今の方が切迫感は増しているようにも思える。この状態で進めば、まず間違いなく、北朝鮮は核実験を再開すると思われ、アメリカや韓国が表面上の融和政策をいかに取り繕ったところで、核兵器の保持を自国の唯一の力の源泉と考えている北朝鮮とは相容れないだろう。さて、そんなビジランストームの1日延長が行われるなど、緊張感の高まりを見せた朝鮮半島情勢だが、韓国のマスメディアの報道に目を移せば、アメリカ空軍の B-1B ランサー戦略爆撃をめぐり、またしても、お約束の展開が散見された。それは、アメリカ空軍の B-1B ランサー戦略爆撃を表する言葉の形容として、同機が、死の白鳥の異名を持つというものであり、今回の派遣でも、そこかしこで、このフレーズを見聞きさせられる事態に見舞われてしまった。
このアメリカ空軍の B-1B ランサー戦略爆撃に対して、死の白鳥という、おどろおどろしい形容を行うのは、同期を真似た現ロシアの爆撃機が、白い塗装を施されていたことと、韓国内の報道で混同されたことが、始まりとする説が有力だ。そもそも、アメリカ空軍の B-1B ランサー戦略爆撃の表面の塗装の色は、マットブラック一色であり、どのように見ても、それを、死の白鳥などと形容することが、いかにそぐわないかは一目瞭然なのだが、同期が以前有していた、核兵器の運用能力が、それを強化したようだ。さすがに、この韓国初のアメリカ空軍の B-1B ランサー戦略爆撃を、死の白鳥と呼ばれているとする説明は、今日の日本では、誤用であるとの認識が広まりつつあると思っていたのだが、なんと、韓国の報道そのままに、日本でも、まだニュースにも登場していた。日本のマスコミ関係者の中にあっても、この、死の白鳥というフレーズは、アメリカ軍を貶める表現として、貴重なものと認識されているとでも言うべきなのか、一切躊躇する様子もなく、アナウンサーが、その言葉を使っている場面を、今回も耳にした。ちなみに、B-1B ランサーを模倣した機体とは、旧ソ連時代に、スホーイ設計局が開発した戦略爆撃機、ツポレフ160のことであり、B-1B ランサーと同じく、可変翼を持つ超音速爆撃機で、こちらは、塗装も、白い上に、確かに、白鳥のサブネームを持っている。戦略爆撃機、ツポレフ160は、1987年に、旧ソ連で運用が開始されたが、今も、未だ、現役で就役中の機体であり、それどころか、今年2022年1月に、改良型となる M 型の量産機が、初飛行を行うなど、現ロシアでは、最大50機まで、配備数を増やす計画だとされている。この戦略爆撃機、ツポレフ 160M 型の生産は、プーチン大統領の肝入りの事業であり、強大なロシア軍の再建を目指す、この指導者によって推進されている計画で、ロシア・ウクライナ戦争の世紀もあって、周辺国からすれば、単迷惑な話だろう。さて、韓国とアメリカとの直近での合同軍事演習は、ここまで述べてきた、多数の航空機が参加したビジランストームに限らず、2022年9月末には、ロナルド・レーガンらの空母打撃群らも、朝鮮半島に展開し、北朝鮮を牽制してきた。そうした中で、ロナルド・レーガンを含む一部の艦艇は、韓国の釜山の港に寄港するなど、その存在感を強く印象づける動きを行っており、先の B-1B ランサーと、同じく、アメリカの航空母艦が、朝鮮半島に展開したのも、およそ5年ぶりのことだった。そんな釜山港へ寄港したアメリカ海軍の艦艇の中で、ひときわ注目を集めたのは、ロスアンゼルス級攻撃型原子力潜水艦の35番艦にあたるキーウェストであり、それは行動経路の秘匿が大前提とされる原子力潜水艦であるが、誤字であったと言える。ロスアンゼルス級攻撃型原子力潜水艦のキーウェスト、今年2022年は日本の横須賀にも9月に緊急で寄港したことがあり、その際には艦内で発生した急病人の移送を名目としており、一部の反対派らがその寄港に疑義を呈していた。この9月の横須賀へのキーウェストの寄港は突発的な出来事であったが、実はその前の8月にも、同艦は3日間にわたって、こちらは事前に予定された寄港を行っており、日本の反対派からは、すでにこの時点から目の敵にされていた艦はあった。ちなみに、今回韓国には、キーウェストと同じロスアンゼルス級攻撃型原子力潜水艦の49番艦であるアナポリスも派遣されており、こちらは、
軍事演習の終了後に釜山港に寄港しており、短期間に2隻のアメリカ海軍の原子力潜水艦が寄港したことはかなり稀だ。ロスアンゼルス級は1972年から1995年の23年間にわたって合計で62隻も建造された攻撃型の原子力潜水艦であり、この数はアメリカ海軍はもとより世界でも最も多く同型艦が建造された原子力潜水艦でとして認知されている。ロスアンゼルス級はこの62隻にも及ぶ総数のため、各バージョンごとに排水量が若干異なり、水中が6080から6330トン、水中が6227から7177トンで、全長が 109.73 メートル、全幅が 10.1 メートル、喫水が9.75 から 9.8 メートルの規模である。主兵装として、ロスアンゼルス級は533ミリ、魚雷発射4機は共通だが、初期型のフライト1を除き、以後のフライト2、および3には、12機のトマホーク巡航ミサイル専用の VLS も搭載しており、キーウェストはフライト2。アナポリスはフライト3に該当する。ただし、アメリカ海軍の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦は、この後のシーウルフ級を経て、すでにバージニア級に移行しており、北朝鮮に対する牽制行動においては、それら新型の潜水艦を投入する必要性までは生じていないのだろう。